アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、教官が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動きあるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽屋リセです。令和6年11月3日、場所は滋賀県彦根にあります平和堂ハトスタジアムにて、2024全国高校アメリカンフットボール選手権秋季大会の秋季選手権の関西大会となります。その1回戦の1試合目、大手門学院高校ランバージャックス対総統高校ファイティングダックスの一戦が間もなく行われようとしています。試合開始12時キックオフ予定となっております。両チームのご紹介をさせていただこうと思います。まずはメインスタンド側、ホームスタンド側に本日は陣取りまして、ホームユニフォームであるえんじのユニフォームをまとっておりますのが大手門学院高等学校ランバージャックスです。大阪府大会を3位で通過しまして、堂々の格好での関西大会出場を果たしております。近年躍進著しく、既存の強豪校に肉薄戦という素晴らしい戦いを演じておりまして、今季こそは優勝を遂げんかという意気込みあふれる形で現在ウォームアップに入っております。大手門学院高等学校ランバージャックスの現在その試合前の準備の模様を今映させていただいております。さあ、これに対する格好でアウェー側に本日陣取り、その試合に備えましてミーティングを重ねておりますのが、広島代表であります総督学院、総督高等学校ファイティングダックスです。オフェンスラインラインバッカー、関西の中でも最も西にあります広島に拠点を持ちます、広島県唯一現在活動しておりますアメリカンフットボールチームでもあります。非常に人員厳しい状況が続いておりまして、今シーズンも何とか人数集めましてこの全国大会出場にこぎつけた形になっておりますが、しかし社会人チーム、そして地元にあります大学チームと研鑽を積みまして、この一戦に備えた格好でこの試合に挑もうとしております。橋本哲太3年生、現在その試合前の体調調整確認するためのウォームアップ重ねております両チーム、現在その余念なくその試合に備える格好になっております。試合開始まで今しばらくお待ちください。さあ、この試合に先立ちまして、両チームの代表の方に、この試合に関する意気込み、そしてチームのご紹介兼ねました、VTR を撮らせていただきました。そのインタビューの模様を、ご覧いただければと思います。
両チームの代表の方々に、インタビューさせていただきました。どうもご協力ありがとうございました。試合面に備えましての意気込みあふれるメッセージもありがとうございます。さあ、それぞれに厳しい状況を切り抜けまして、この本大、関西大会本戦出場を果たしております。片や昨年までの、状況を打開戦とするチーム、そして片や現状をさらに、強化戦と、この一戦に挑まんとする、その両雄の一戦まもなく行われる形になります。その会場となります平和堂ハトスタジアム、本日は昨日までの、悪天候が嘘のように素晴らしい天候に恵まれました。風も現在微風の状態であり、双方とも非常に、試合がしやすい環境になっている感は見受けられます。しかしスタンドとフィールドでは若干その状況も異なってはいます。これらの状況、試合の中でどのように影響するかといった点も注目という形になります。さあ、審判団がフィールドに進め出てまいりまして、これより試合開始の時を告げようとしております。両チームサイドラインに整列しまして、その声を待ちます。両チーム進みまして、これより試合開始となります。令和6年11月3日、場所は滋賀県彦根にあります平和堂ハトスタジアムにて、2024、全国高校アメリカンフットボール秋季選手権、その関西大会1回戦、大手門学院高等学校ランバジャックス対総督高等学校ファイティングダックスの一戦がまもなく行われます。試合開始12時キックオフとなっております。両チームこれより首脳陣によりますコイントスが行われます。コイントスに参加していますのは、メインスタンド側ベンチのユニフォーム、大手門学院高校キャプテン11番藤田恵央君、バックスタンド側白のユニフォーム、総督高校キャプテン21番内藤トライ君です。
総督高校レシーブ。総督高校レシーブ。報徳、失礼しました。大手門学院高等学校キックオフで試合が始まります。この試合は1クォーター8分の正式で行われる形になります。さあこれより試合開始となります。この試合は大手門学院高等学校のキックオフで試合が始まる形になります。キックオフします。キックオフキッカーは大手門学院高等学校22番の陣田です。2回生のプレイヤーがこのキックオフを務めます。対しまして総督高校リターナーに18番と21番を配置しました。18番は伊達、21番は内藤です。さあオンサイドを蹴った。まず最初にオンサイドキックを敢行いたしました。オンサイドキックは、自分たちが攻撃を得るためにあえて短いキックを蹴り、そのボールを確保せんとするギャンブルキックです。これを大手門学院がやりました。しかしこれは総督確保しまして総督の攻撃となります。これより総督高校は自陣37ヤードからの攻撃位置を得ます。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。まず最初の攻撃権は総督が取りました。4回の攻撃で10ヤード前進を図ります。総督高校ファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあまず中央行きました。中央へのランプレー。総督高校前半最初の攻撃はまずはクォーターバックに入りました。21番ハンドオフをフェイクにしまして自ら中央に切り込みました。密集点突入を図りましたが、しかしこれは大手門学院のディフェンス陣が踏ん張りましてノーゲイン。前進距離なくセカンドダウンに変わります。さあ攻撃権はしかし更新のためには10ヤードの獲得が必要です。その2回目の挑戦に入ります。総督高校セカンドダウン10、2回目の攻撃に入ります。さあ今度はハンドオフしてのランプレー。今度はランニングバックに入りました、選手にボールを託しまして左奥に展開を図りました。そこからランニングバックは縦に切り上がりまして、このランプレー約6ヤードのゲインに変えております。7ヤードほどのゲイン。総督高校サードダウン、ファーストダウン獲得まで残り3ヤード。さあサードダウン残り3ヤードの状況、突破なるでしょうか。総督高校ボールオンは自陣44ヤード。これは大手門を踏ん張りました。ここでクォーターバックキープによって中央突破し攻撃権更新を図りましたが、ディフェンス陣集まりよくこのランプレーを1ヤードロスに変えました。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。さあこれにより最後の攻撃権になる総督、ここでフォーメーションを変えました。バントフォーメーションを取っています。パントはキックによる陣地挽回を図る策です。しかしこのパントは攻撃権放棄を意味します。このパントは外へ蹴り出す形にしまして、大手門学院高校自陣25ヤード付近で外へ出、この位置で攻守交代となります。攻撃権が変わりましてテイクオーバー、大手門学院高等学校に攻撃権移ります。このようにアメリカンフットボールは4回の攻撃権を駆使し10ヤードをトータル稼ぎまして再び攻撃権を得るか、あるいはその過程で相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。さあ最初の攻撃、総督の攻撃をしのぎました大手門学院高等学校自陣25ヤードからの攻撃。大手門学院高等学校ファーストダウン10。
ナイスラン、ファースラン。まずランニングプレーを展開しました。ランニング枠1番にトスしまして左オープンへ展開。1番総督のディフェンスをすり抜けるように大きく前進しまして攻撃権更新です。大手門学院高等学校ファースラン、見事最初の攻撃を決めましたのは大手門学院1番の奥村です。3回生がまず最初のワンプレー目を決めました。大手門学院自陣46ヤードからのファーストダウン点、再び1回の攻撃となります。攻撃権更新、必要距離10ヤード。インターセプト、ターンオーバー、ここで大手門学院攻撃が開始、開始点より後方より一度だけできる前パスを敢行しました。しかしこのパス、総督7番がインターセプト。パスをダッシュすることにより攻撃権を奪還する形になりました。インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー、これにより攻撃権が変わりまして総督取り返し、総督相手陣47ヤードからの攻撃に入ります。総督高校ファーストダウン点。さあまずクォーターバックが自ら行きました。スナップ受けて左オフタックル付近突破を図りましたが、しかしこれは大手門踏ん張りましてノーゲインに変えております。早速チャット内のメッセージありがとうございます。元締め様、道楽屋様、いつもありがとうございますのメッセージ、非常に嬉しく思います。感謝申し上げます。できる限り彼らの奮闘ぶりを伝えたいと本日はここで撮らせていただいております。総督高校セカンドダウン点、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあチャンス生かせるでしょうか総督高校。しかしここは大手門も踏ん張ります。今度はランニング枠に託しまして中央突破を敢行しましたが、ここに大手門ディフェンス陣殺到、85番77番がのしかかるようにこれを封じ込めましてサーダウンに変えます。大手門学院77番は上田2回生、85番は加藤、こちらも2回生です。総督高校サーダウン点。総督高校サードダウンライン。さあここでオプションプレーを展開しました。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレー。ここはランニングバックにピッチし右オープン展開を図らせました。受け取りました19番その走路を確保せんと右オープン展開しましたが、しかしこれは大手門学院見事に封じ込めましてフォースダウンに変えます。ここもほとんどゲインはありませんでした。フォースダウンの攻撃に大手門学院、失礼しました、総督高校フォースダウン、パントフォーメーションを取ります。ここでホイッスル。チームタイムアウト、総督高校前半1回目です。ここで総督高校が前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。まずは総督高校、ここで作戦タイムのタイムアウトを取りました。さあこのタイムアウトで果たしてどのような策を講じたでしょうか。両チーム陣構えしまして、これより試合再開となります。総督高校フォースダウン9。さあパントフォーメーションを取る模様です。タイムアウト終了、総督高校フォースダウン。このパントもリターンできない、サイドライン際蹴りまして
大手門学院高校を自陣18ヤードからの攻撃に変えます。攻守変わりまして、テイクオーバー大手門学院高校に攻撃権変わります。大手門学院高校に攻撃権。さあ序盤戦双方ともに、現在研修見せまして無得点の状況で推移しております。大手門学院2回目の攻撃シリーズに入ります。ボールオン自陣18ヤードからのファーストダウン10。大手門学院高校自陣18ヤードからの攻撃開始、ファーストダウン10。さあまだいっている、前が空いた、追いつくか、振り切った、タッチダウン。ここで大手門まずランプレーを展開しようと、ランニング枠1番にハンドオフしました。1番そこから中央切れ込んで、そこから右にカットワーク、はい、一気に走路を開けまして、そのまま一気に独走、そのままエンドゾーンを書き込んでタッチダウン。大手門学院高校、まずこの1番奥村の素晴らしいランによりまして先制となるタッチダウンが6点を獲得しております。そしてタッチダウンのワンプレートライ4ポイントに入ります。このキックしかし外れまして不成功、6点止まりという形になりました。しかし大手門学院高等学校ランバージャックス6点タッチダウンを挙げまして先制点獲得という形になっております。非常に素晴らしいランを披露しました。奥村下馬評通り素晴らしい快速を披露しまして、まず試合の主導権を取らんとする先制の立ち上げるに至っております。さあその得点上げました大手門学院高校のキックオフで試合再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違いまして得点を上げた側のキックオフで試合再開となります。従いまして必然的に失点をした側が次の攻撃を得やすい形になっています。とはいえ大手門学院最初に奇襲ともいうべきオンサイドキックを敢行しました。このキックオフのシーンも注目ください。さあこれも自ら攻撃をエントする格好でしょうか、あえて最前列にいる選手に蹴り込みました。これによってそのリバウンド確保戦というオンサイドに近い格好を狙いましたが、しかしこれは総督確保しまして総督高校の攻撃となります。大手門学院のキックオフ、どうやら様々な格好で奇襲を展開しようという策が感じられるところではありますが、現在はそれは実っていません。総督が攻撃を終えております。さあ結果的に総督自陣44ヤードからの攻撃になります。総督高校ファーストダウン10。パス不成功、まずクォーターバック21番パスプレーによって前進を図りました。右から中央切れ込みました、7番にパスを投じました。しかしこのパスはわずかにオーバースロー、パス不成功でセカンドダウンに変わります。前パス失敗ですとボールは元の位置に押され次の攻撃という形に変わります。従いまして総統高校はセカンドダウン2回目の攻撃に変わります。チャットランメッセージありがとうございます。もぐい様ありがとうございますの言葉ありがとう、非常にこちらこそ感謝申し上げます。きつねうどんさん、追い子はキックの精度が課題、克服できないのかなというふうに言っていますが、これが先ほどのオンサイドにつながっているのでしょうか。さあ今度のパスプレー、今度は右に展開していくランニングバック19番にパスを投じましたが、19番このパスが死角に入りましてパス不成功になっております。結果的に前パス失敗となりましてダウン変わりサードダウンに変わります。総督高校の攻撃は3回目サードダウン、新たな攻撃権獲得のファーストダウン獲得までは。さあ総督としてはなんとか今の陣地有利な位置に攻撃の突破口を見出したいところですが、サードダウン点果たしてどのような策でそれを見出せるでしょうか。
さあここでクォーターバックドローパスに見せかけ QB 自らがそのパスをフェイクにしたランプレーで突破を図りました。クォーターバック21番果敢に中央を切り込みましたが、しかし4ヤードのゲイン、攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。しかしタフなヒットを受けながら前進しましたのはクォーターバック21番の内藤でした。3回戦非常に巨漢です。183センチ90キロの体育を生かした素晴らしいプレーを披露しました。このパントはスナップ見られたか、大きな陣地挽回にはなりませんでした。ハーフウェイ付近で外で出まして、この位置で攻守交代という形になります。結果的に大手門学院はかなり有利な位置から攻撃を行う形が可能となりました。このパントの芯の成否、非常に大きな要素になりますので、この点もご注目ください。総督高校のパントがサイドラインを割った時点で攻守交代、大手門学院高校50ヤードからの攻撃開始。さあ大手門学院ハーフウェイからファーストダウンテイ、さあ再びランが出る、前が空いてる、またも行くか、タッチアップ。ここでも一番奥村でした。今度はハンドオフから左オープン展開、ブロックを生かしてそのまま一気にその壁を突き抜けて右にカットバック切り独走状態、そのまま一気にエンドゾーンかけました。タッチアップ。第1クォーター6点追加、これよりトライフォーポイント、さあこれにより6点追加しましてトライフォーポイントに入ります。今度はキック決まりまして1点追加、大手門学院高等学校13点総督高校0点とスコア広がる形になっております。実に鮮やかなランでした。早速左オープン駆け上がり、そして相手のディフェンスを見まして右カットバック、これが見事に決まりまして一気に独走になりまして、奥村一気に2つ目のタッチダウンを獲得するに至っております。アメリカンフットボールの得点パターン大きく分けると2通りとなります。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、そしてプレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。タッチダウンはこの後にもうワンプレーのボーナスがあり、ここでそのワンプレーでキック決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外の得点は自分たちのエンドゾーンで倒される自殺点セーフティーです。この場合は2点の失点となります。この結果アメリカンフットボールの得点パターンは2点、3点、6点、7点、8点の5通りになります。この足し算により引き分けが起こりにくい決着方式になっています。さあその得点を挙げました大手門学院のキックオフで試合再開となります。今度はスタンダードのキックオフ、これはしかし総督今日使いましたか、そのキックオフを確保するにとどまりました。しかし自陣25ヤードからの攻撃位置を総督確保します。大手門学院ここはノーマルがキックオフしました。これが総督にとってはかえって今日疲れた格好になった模様です。しかし総督ここの25ヤードからの攻撃に入ります。総督高校ファーストダウン10、総督高校自陣25ヤードからファーストダウン10。インターセプト、タッチダウン。今度は大手門学院がインターセプトしました。総督パスプレーにより状況打開を図るというところ、しかしこれを大手門学院25番がインターセプトしまして、そのままエンドゾーン持ち込めタッチダウン。エンドゾーンへとボールを持ち込みタッチダウン。大手門学院高校6点追加、これより大手門6点追加となっています。そしてトライフォーポイント、
このキックも決まりまして1点追加し、大手門学院高等学校20点、総督学院高等学校0点とスコア広がっております。さあ総督としては今度はパスによって状況を打開図らんというところのワンプレー、しかしそのレシーバーに届くはずのパス、これを、大手門学院25番の宮田がインターセプトし、そのままエンドゾーンに駆け込んでタッチダウン、さらにリードを広げる形に成功しております。宮田は3回戦素晴らしいプレーを披露しました。さあ徐々にそのリードを広げる大手門学院のキックオフで試合再開となります。総督としてはなんとかここで攻撃で打開点を図りたいところではあります。さあこのキックオフシーン注目しましょう。これもキックオフを確保する形でとどめました。総督自陣20ヤードからの攻撃と変わります。さあ自陣20ヤードから総督学院反撃、総督学院、失礼しました、総督反撃なるでしょうか。総督高校ファーストダウン点、総督高校自陣20ヤードからファーストダウン点。さあまずランプ、ランニングバック19番にハンドとしまして中央突破を図らんというところ、しかしこれは大手門学院5番がそのランに対応しまして封じ込んでおります。5番は南波3回生です。さらに97番の田中が殺到しておりました。1回生がここでも活躍しています。外高校セカンドダウン点、さあ今度は QB ドローを展開しました。クォーターバック21番その体をねじ込むように中央なだれ込み約4ヤード確保するに至っております。まずは若干ですが前進し状況打開を図ります。タフなランを展開するのは21番のクォーターバック内藤です。クォーター第1クォーターが終了です。ここで第1クォーターが終了です。第1クォーターは終わりまして大手門学院高等学校ランバージャックス20点、総督学院総督高校高等学校ファイティングダックスが0点という形でスコア進んでおります。攻守方向を変えましてこれより第2クォーターに移ります。